運動会で一番好きな種目、うんま転がされてる僕が。あ、それを見てよもちゃんは運動会で牧野さんの顔面を転がすパンダ。よもちゃんのすごい洞察力と素直な性格が出てるな、この回答は。え、うま。大玉転がしを僕の顔に見立ててパンダに転がされたさせたんだね。それを見たよもちゃんが、運動会で牧野さんの顔面を転がすパンダ、運動会で牧野さんの顔面を転がす競技ってなんだよ。なるほどなるほど、伝言ゲームみたいになってんのね。僕がお題出して C さんがそれより絵描いて、この絵は何でしょうっていうのをよもちゃんが回答したと。ド直球で描いてしまって。続きまして、よもちゃんがお題描いた記念配信で喜ぶ牧野さん、僕の実況部屋ですね。600人じゃまだ愉快犯がね毎回いるんで、あの600って数字見えた途端にチャンネル登録を解除して599人にして喜ぶっていう人がいるんで、600人を見たところで僕が喜んでるっていう図ですね。これを見た C さんは、牧野さんがゲーム部屋でラーメン食べてハイになってる。ラーメンどっから出たんだ。この手をラーメンのお椀だと思ったの。ラーメン急に出たじゃん。ハイになってる。やったーっていう気持ちを昇竜拳みたいなポーズで表したんだけど、急にラーメン注文したわ。さあ、 C さんのお題は牧野さんにやってもらいたいゲームタイトル、それをよもちゃんはそういうことか。ポケモンやってほしいってことね。いや、てっきりなんか「いけピカチュウ力こぶ」、対戦相手にまあ普段鍛えた力こぶを見せつけるっていう技かと思った。なるほど、ポケットモンスターをやってほしいと。ピカチュウの謎の腹筋かっこよ、割れてるもんねこれ、割れてんもんだって。早速3作品がノミネートされました。だからみんな絵うまいね。